さあよろしくお願いします。カービィ編もお辞儀か。よし、久しぶり見たな、お辞儀勢とか。もっぱら屈伸は最近は煽り系統ばっかりだぜ。吸い込み、カービィ吸い込みよっていうやつですね。はい、どっから出たお前うめえな。よし、弱入れて追撃のレーザー、ういえ、連続攻撃だ。よしよし、うい、やーえい、ルルルルルル、おらららら、おら、連撃。あぶね、ビー、こえ、うえ、やべ、こえよ。さてカービィの吸い込みは今は使えないが、もっと強いビームが今は打ち放題。ほらよ、ビー、おれ、やるじゃん。これな、空中へ攻撃で死にそうだから怖いよね。よし、相手の隙をついていきましょう。ビー、いててててててて、死んでしまいます。うい、あぶね、ビー、どうやらその技でバーストしたいらしいな。なので向こう的には割とバーストする技困るみたいですね。であれば、それしか技がないのであれば、とがめさせてもらうぜ。ってことは逃げながら、おい、ビー、間違えた、危ね、お前駒までは出せねえぞ。ビー、おお、飛んだ。うん、 39.1% のプラス生かしていけるかな。うい、怖っ。よし、オッケー。このビーム超絶カービィが使ったら強いよね。あ、ジャンプがない、頑張っちまった。うれ、オッケー、己の腕で取り返せ。ういー、やめて、ういほ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 い、ツン、ほいほいほい、うれ、怖えな。ジャック入れろ、怖っ。よし、回収、回収というかこれもともとお相手氏のものだがね。キック、オッケー、甘く見てもらっては困る。崖メテオも意外と使い勝手いいんですぜ。という感じの試合から今回のカービィ動画は始まります。今日は7123スタートですね。よろしくお願いします。さあ2戦目、さっき、事故ってしまったのでそこを抑えつつもっと追撃いきましょうか。やめろ、よし、やめろ、追撃行こうとしたら逆にやられてえら。ビー、うれ、そういえば吸い込めないか、アピールしなきゃ取れないぞ。やべえやべえやべえ、アピールしないと。よし、取った、よし、これで回収成功。怖っ、うえ、取られたか。しかもトレールセンターとは。いけ、ノー、よし、オッケー、ナイス。怖っ、やべえよやべえよやべえよ、怖えよ、でけえよ、思ってる以上にどでかい一撃飛んでくる。すごい火力だよね。オラ、イエーイ、ほっ、うっ、もう、ウエスマ、オッケー。さあイカちゃんが出てるのでフィールドは取ってる。
ロボットのね、ゲージ技めちゃくちゃ強いんですよ。転んだね。逃げろ。よし。うら。カッキーン。あばよ、お前は強敵だったっつー。あの技ね、見ての通りカービィみたいなキャラだったらまだ避けれるんですけど、ジャンプが1回しかないキャラだったらほぼほぼ押し込みで確定撃破まで持っていく恐ろしい技なんですね。威力もある。さあ3試合目よろしくお願いします。いくぜ。今回は非常に勝っている。おれ痛え。ストック的にこちらのルールか。オッケー、峠ちゃん、よしよし、前に投げて、ドスドドス、よし。吸い込みましょう。うわ、向こうも吸い込みの対処は慣れてきた。パーツを食べた。ついでに体力も回復するんだね。消化するっていう扱いじゃないみたい。痛えよ。おれ。ふう、後ろに回り込んだぜ。なぜそっちに運ぶ。危ねえし、危ねえし。怖かった。やめてやめてやめて。ブメラ。まずいですね。ドラグマだったらゲームセットですよ。よし、思いっきり相手受ける。無敵時間を活用ですね。あとしゃがんでおけば少しだけ吹っ飛びが緩和できるやつ。燃えよ。そこですね。うれ。さすがにアシスト使われたら負けちまうんでな。うれ。それを返してもらおうか。落とせ。ほっほっ、落としてくれ。返せ。うれ。怖えぞ怖えぞ怖えぞ。やべえ、時間停止も。ギひでえ。生きてる。ぐわっ、耐えられなかった。ファイナルカッターしない方が良かったんだけど、耐えられなかったね、タイミング的に。さらに上がりたくなっちまったよ。負けたぜ。にしてもさっきのボムのやり取りで死ななかったな。さあ本日4試合目ゼルダで、このルールはまずいんですよね。かなり奴の切り札がね、ほぼほぼ確定粉砕するとんでも技に変貌を遂げております。気をつけましょう。ほれ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 。痛み分けですか。うら、撤去。どうせまたワープする技を使ってくるんじゃねえかと思ったけど、そうでもねえか。カービィ、メタルカービィだけど何か。うらうら、よしよしよし、メタルカービィだけど、メタルカービィだけど、メタルカービィだけど、オラオラオラ。そう、こうやって起爆してやろうと思ったけど、意外とあのボムが耐えよる。うれ、オッケー、空中ハンマー。ハリちゃん、よしよしよし、パス、ナイス、やめろ。よし、ナイス、ハリちゃんナイス。アキラ行ってこい、頑張れ。やべ、あ、これ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 、
蒸発。アキラ頼むぜ。アキラオッケー、ナイスアキラ。ツンツンツン、よし行くぜ。ホワーイホワーイ。あの技はね、 100% までいったら蒸発する上に吸引力が尋常じゃなくてマジで強いです。さあお相手が抜けない限りはこの地獄と今日は向かい合っていくことになるが、よろしくお願いします。あれ抜けたと思ったらまたゼルダだぜ。同じ人か違う人かもう覚えてないが、立ち回り的に同じ人っぽくね。まあどっちでもいい、どの試合も勝たなきゃいけねえだけだから、おらららららどうせワープしてくる。すんほい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 、前投げからのファイナルキャッチャー、おらうれ、まずいよ。さてそういえばゼルダいい技持ってたよなお前。あっつい、痛い、もうジャンプ残ってないんです、ジャンプ残ってないんです。いただき、お前も使われる側になるんだよこれからな。よし、何えい、うれ燃えよ起爆、何怖かった、いけ、そこですか、なに、よしよしよし、このロン毛にひれ伏すがよい。守護守護、いて、時間差攻撃さ。さーてどうしてくれようか、ここから。いけ、届く、なに、よし出せた、川崎だよ川崎だよ、よよよ川崎だよ、よふよ、いてててててて、よいけ、よしここですね。逃げろ、逃げられない、逃げられない、あー終わった、この非常極まりない理不尽感よ。もう無理なんです。あれね、ちなみにね、後ろに回り込んでも進みます。どうなってんだろうな。さあ元より減っちまったよ、どうしてくれようかこれ。さあ次の相手はシグか、さっきゼルダにボコられたからその恨みを君に晴らさせてもらおうか。今回のルールどっちだっけ、やめろやめろやめろ、うれドスコイドスコイドスコイコンボ、うれもう戻ってこなくていいよ、うれ、その技意外と後隙あるんですよ、前回のシークとの対決で学んだことだな。ツン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 、ほうほう、上に逃げる、これ戻れるか、ほっ、いてえよ、もうジャンプ残ってない、そうここは飛んで戻るしかないと思ったけど、あれ飛ぶ方向意外と優秀ね。ほいほいほい、どすこ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 、どうせ超魚来るぞ、逃げられるな、動きが速いやつはそういうところも得意だから私は苦手なんだな、使うのも使われるのも動きが速すぎてついていけないんですわ、音楽性の違いというやつ、ほよいしょっと、捕まえた捕まえた、よし OK、 では針を準備しておきましょうか、シュピッとね、ニュッ、引き起こすまとか、ボヨーボヨって何、あばよ
さーて、じゃあ針貯めましょう。投げて空前とかで牽制しつつ針でツンツンツンとツン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 、もうちょっと積極的にいってもちょうどいいぐらいかもね。ツン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 、ファイナルカッチ、オーイエー、針、おいおい、横キョ横キョ、針、おっと、まだ死な、ふわふわふわ、燃えよ、えいえいえいどすこい、ダメでした。横スマあんなに飛んだっけ。いただき、うら、意外と飛ぶんだよねこの技。針、ほっ、よし、この空後ろへ、空中後ろへ、優秀なキャラ多いからすぐに出せるようにしておくとどのキャラでも便利だぞ。すごく真っ当な話をしているぜ。ちょっとゼルダに取られた分を取り返さねばなら。カルボナーラ戦士、あれ、カルボナーラの剣士じゃなかったっけ。まあどっちでもええわ。いただきます、いただきます、お前が欲しいんだよ、くせえ、やめろ、いきなり痛烈な一撃を、波動拳、ほう、波動の打ち合い、押し込んでない、落とせそれ、オッケー、よし、やんのかこら、オッケー、ふう、オッケー、やめて、お、は、燃え尽きて、あっぶねえ、怖かった。スイくんです、強い、スイくんの体が強い、フィジカル強い、スイくんのフィジカル最強じゃね。助けて、オッケー、ナイス、アシストゴリラだぜ、アシストばっか出るな。さあさあ降りてこい降りてこい、もう完全にババ取ったぜ、無敵でやり過ごそう、失敗しました。出が早いな、おい、ほらよ、オッケー、地獄の爆弾地獄、そこですちょっと前のめりすぎたんじゃねえか、ゲージ見ておかないとな。ただ剣の切り札次第では私こっからでも死んでたから危なかったね。コンボがあるかもしれない。さあおそらく試合数的には本日最終試合、マック君は吸ってもメリットはなさそうですが、さて、オッケー、いって、ほっ、えい、ふう、投げを中心に組み立てていきましょうか。よし、投げて、勝ってけ勝ってけ、いって、やめろ、マック的にはかなり復帰力には余裕がないはずですからね。何、やばい、オッケー、燃え尽きよ、戻れまい、オッケーです、怖えな、地上でめちゃくちゃ機敏に感じるね。おい、ってマジで死んだ、はえ、クリティカルでもらっちまったか、よし、ふっ、やめろって、うー怖い、このスリルはもうマジカービィ使ってないと味わえないまであるぜ。
怖っ。よし、ジャンプ読みからの、OKOKOK。 横 B をこれで止めてってやつですね。刺さってよかったけど、試合短っ。もう1試合いっとく。今のところ前回よりだいぶ増えてるんですよね。 VIP 目前といったところか、なんやかんや上がってきたね。再びリトルマック、アイテム割りで地上の走り合いではマックの方が有利ですかね。見て見てよ、ひえ、オッケー、燃えよ。強烈な武器を手に入れたぞ、取られたぞ、やば、うれ、やべ、ギア着地した、やべえな。アイテムパワーも加わるとマック君の戦闘の幅が広がりやすすぎる。だがこのようにファイナルカッターがぶっ刺さるのだな。これ取った方が勝ちでしょ、もはや。行くぜ、ほら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 、爆発の火力は乗ってくれなかったか。お、サッカーするか、サッカーする、やめて、アップで、サッカーしようぜ、オッケーこうやんだよ、サッカーってのは。よし、危なかったな。ここまで試合を長引かせると、あの切り札で一発逆転があったので非常に危険だったぜ。というわけで時間なので今回はここで終わります。ありがとうございました。